い、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、家庭で簡単にできる懸垂を紹介しようと思います。と言ってもね、懸垂なんかできないよってね、思ってる人いると思いますけども、あっちにあるようなパワーラックがなくってもですね、自宅で懸垂をすることができます。そこで使うもの、でーん、タオル1枚、これがあればですね、家でも懸垂ができます。しかし少しね、危険もありますんで、そこは注意してください。そしてですね、じゃあどこで家の懸垂するのって話なんですけども、家で懸垂するのはでーん、ドアを使って家に懸垂のバーがなくても懸垂を行うことができます。ではですね、まずこのタオルを使ってですね、ドアのここにね、大体隙間があると思うんですけども、ここにですね、タオルを刺します。もちろんこのタオルがね、厚みによっては違うと思うんで、できるだけここのね、隙間が綺麗に埋まるように、このドアがね、下に下がらないようにやってください。少し折り曲げたりして厚さをちょうどよくしてですね、やっていきます。これでドアを使って懸垂ができます。はい、これでですね、このドアを持ってですね、こういう感じです。これで懸垂を行います。見えにくいと思うんで真横からやっていきます。ここをしっかり掴んでですね、足をしっかり折り曲げて、こういう感じで、こういう感じで懸垂することができます。で、少しね、手が痛いので、何かタオルをね、ここに置いてやったりするとよろしいかと思います。これでね、しっかりね、懸垂を1、2、3、4、5、はい、お疲れでした。今みたいに懸垂のバーがなくてもですね、こういったドアを使ってしっかりね、上半身を鍛えることができます。はい、そしてね、今のこのドアの懸垂で使われる筋肉なんですけども、このね、上腕二頭筋、僧帽筋、広背筋、男性をね、しっかり鍛えてほしい部分がドア1個で鍛えられます。もちろんドアが破損した場合保証はしません。ですが、しっかりタオルを下に引いとけば結構持ちますんで、体重がね、もちろん90キロとかあったら壊れちゃうかもしれないけど、大体の方はね、できますんで、もしね、バーベルとかダンベル、パワーラック買うお金がないよっていう人は、ドアを使ってね、全然できますんで、これを毎日やるだけでもね、しっかりいい体ができます。なので皆さん、筋トレをハマって、ドアを使って懸垂できるよっていう話でした。ご視聴ありがとうございました。